強がりカポナータは2019年12月25日に公開された日本の映画作品。新橋探偵物語内に登場した劇中劇ポスターから発想を膨らましたゲーポールの映画。2019年12月25日に劇場公開。翌年1月12日に横浜高音座1で舞台挨拶を行った。仮タイトルは劇中映画そのままの 武士と和義劇中劇として見ても成立するように、男性キャスト陣は、新橋探偵物語で役者及びその関係者として、配役した役者陣で構成している。タイトルのカポナータは、シチリア島及びナポリの伝統料理。ナスを中心に煮込む料理を、男性3人の溶け合う情景になぞらえている。2020年9月25日から行われる。 アップリンク渋谷での特集上映、OP ピクチャーズチーム弱若マイナスで初の一般劇場公開。アンコール上映を経て、同年11月20日から単独ロードショー公開。同日には改めて舞台挨拶を行った。海辺の町で妹、マリンとトラットリアを営む部。マリンは交際相手の子を見ごもっており、近々結婚式を挙げることになっている。相手は、 7年前イタリア修行へ旅立った、和義の弟、優勢。このため親族として、和義も一時帰国するのだが、実は和義は、部の元恋人でもあったのだ。そこに、海から現れた謎の男、アキラも現れ、三角関係が始まった。ありがとうございます。